今日は私が夢の中で食べていたちょっと変わった料理を実際に作って食べてみたいと思います。まず1品目はホットドッグ焼き芋です。本来ホットドッグのソーセージが入っているところに、焼き芋が入って、上にマヨネーズがかかっています。夢で見た時はこんな状況でした。せやかってそんなこと言ったってしゃあないやないか。こっちだってやりたいとやってるわけちゃうねんで。では食べてみたいと思います。美味しいです。2品目はマックのハンバーガーにあんこです。マックのハンバーガーの肉の上にあんこが乗っています。夢で見た時はこんな状況でした。今ですか。今ちょっとご飯食べてまして、そうなんですよ。そう、いや、午後にはね、いけると思うんですが。では食べてみたいと思います。あ、これうまいわ。いや、20時間ぶりに食事するとうまいね。